二川学院小学校は、兵庫県西宮市兵庫県西宮市高等園二丁目に、ある私立小学校。二川学院の設立母体であるコンベンザル、セーフランシスコ修道会は、1930年4月24日に、来日したマキシミリアのコルベ神父により、日本に支部が設立され、各地に教育機関が建てられる中で、1950年に、二川学院、 マリアのその幼稚園が建てられ、6年後の1956年に小学校が開校した。多数の児童は中学受験を経て外部の私立中学校に進学するため、そのまま系列の二川学院中学校へと進学する。児童は毎年10人未満である。カトリックミッションスクールであるため、宗教的な行事がしばしば行われる。 創立記念日には隣接する二川学院中学校、高等学校で法人全体での記念式典を行う。2009年に新校舎となり、旧校舎は解体、同時に系列校の二川学院中学校は高等学校敷地内へと移転した。学院敷地は一般の車道を境に南北に区切られており、北は中学、高等学校、及びマリアのその幼稚園。 南は小学校がある。普段は小学生が北側の高地に入ることは安全管理上で禁止されているが、朝礼時などに学院施設を使用するときのみ入ることができる。また、小学校社南のグラウンドは小中共同利用グラウンドなので中学生は小学校敷地に入ることを便宜上許可されている。聖母、マリアの体内をイメージした洞窟。 小学校専用の体育館。北の壁面にはモザイクで描かれた教育理想像足地の聖フランシスコ画がある。ありがとうございます。